上、星川駅は神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川一丁目にある相模鉄道本線の駅である。駅番号は SO07。現在の京上駅舎になる前は木造の駅舎を持っていた。改札口は木製で待合室と売店があり、で、小荷物も扱っていた。改札を出ると校内踏切があった。相対式ホーム2面2線を持つ、 地上駅で、京上駅舎を有する。駅舎は自由通路を兼ねている。かつては、下り線側に対比線が設けられていた。バリアフリー対応工事が進んでおり、2007年2月から2008年末頃まで、電車とホームの隙間を減らす、ホーム改良工事を行った。これに伴い、駅舎からホーム及び地上部と連絡するエレベーターが設置された。また、 2009年6月から新しいサインシステムへの交換を進めている。また、待合室も設置されている。駅のホーム西側近くを東海道貨物線の高架橋が横切っているが、同然に駅はなく、また防音シェルターで覆われているため、走行する列車を見ることはできない。また、駅構内には相模鉄道上星川保線区が設置され、 河川点検用の高所作業車の起陸車が配置されている。1日あたり乗車人員の推移2020年度の1日平均乗降人員は19,644人である。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り。駅の周辺は片平川の流れる谷の底で南北ともに丘陵地帯となっている。 すぐ北側には国道16号が並走している。16号を越えて北に進むと横浜国立大学や横浜羽沢駅及び羽沢横浜国大駅などが続く。南側は商店街などが発達しているほか、銭湯が多く立地する。相鉄バスの上、星川駅期終点のバスは北口前の上星川駅停留所に発着する。 駅前のスペースが狭く回転ができないため、前後に待機所が設置されている。奇襲点としていないバスは、北口側は国道16号上の情勢川停留所、または南口を出て片平川を渡った坂本町停留所が最寄りとなる。駅所在地の地名、情勢川から、ありがとうございます。